この例えば徒長してたら徒長してる隙間にハサミを入れて、うん、あのそれだけいっぱい長くついてるので、うん、3カットぐらい 3,4 カットしちゃって大丈夫です。はい、こんにちは。はい、こんにちは。トロピカルガーデンです。はい、今日も暑いね、本当に本当もうこのゴールデンウィークぐらいからすっごい暑くなってくるので、今ハウス一重の遮光から一重の遮光からもう一枚屋根に遮光かけてもらってます。これだけで全然あのハウスの気温が一気に下がります、ね、一気に涼しくなったね、うん、今 ね, ねで2枚張りにしてるので、梅雨の時期とかですごい暗くなっちゃった時は内側1枚を上げて光を調節してあげます、うん、やっぱり梅雨の時期で雨が何日か続いたりすると2枚遮光かけてると結構暗くなっちゃって徒長しちゃったりするので、そこはちょっと部分的に光を入れてあげるように調整はしています。でもう皆さんもきっと遮光をそろそろ準備する時期じゃないかなと思うので、で、あの葉焼けの原理って普通に水やりをしっかりしていればだいたいそこまでは焦げることはないです。で、あの夏水を結構こう切り気味にしていくと、熱くて蒸れないように切っていくと、そこでやっぱり葉っぱの水分が抜けて焦げが始まるようになるので、あの注意してほしいのは、抜き苗なんかで植え付けたばっかりの苗を植えて土に置いて、この状態で普通に太陽に当ててしまうと焦げてしまいます。で、それはさっき言ったようにこの葉の中の水分量がすごく減ってるので焦げてしまう原因になってしまいます。これやっぱり水分量が入ってるのと入ってないの、多いのと少ないので全然違いが出てくるので、できる限りね、あの暑い時期になってきたら夕方涼しい時間にしっかり水やりをしてあげて、水水分量を保てるようにしてあげてください。ね、あの直射日光にたくさん当てればいいっていう問題でもないので、うん、まあ、当てれば当てただけね実は締まって綺麗には育つっていうのもあるけど、やっぱり当てすぎると焦げの原因になったりとか、あと水分保てなくなって結構水分蒸発してペニャペニャになってしまったりするので、水分がなくなって焦げてしまうぐらいだったら若干遮光してあげた方がいいです、うん、はい、そんなことで、はい、昨日もたくさんのご購入ありがとうございました。ありがとうございました。はい、 T シャツもたくさん、 T シャツになっちゃった T シャツもたくさんご注文いただきありがとうございます。今日は自分ではこのリアルガネーシャちゃん、あ、超汚くなってるガネーシャちゃんを着ています、うん、あのすごく気に入っています。ガールズの S だよね。ガールズの S です、これは、うん、ね、そんなにガールズの S だけど、うん、あのすごいピチピチしてるわけじゃないんだよね。ゆとりがあって結構着やすいです、うん、ね。でも L もそんなに大きさそこまで変わんなそうな感じだよね、見た目はね、うん、ガールズもありますので、今日なんか運気が分かりそうだね。そうでしょ、ちょっと開運系の T シャツなんで、うん、なんか象が可愛いよね、ガネーシャ大好きなので、うん、あのこの象の優しい表情が大好きです、ね、すごい可愛いなと思って、うん、ね、ありがとうございます。はい、はい、ね、でき次第発送させていただきますのでよろしくお願いします、はい、でゴールデンウィーク中は 10% オフクーポン配布させていただいたのを何回でもご利用いただけますので何度でもご利用ください。はい、で今日は3プラス1の商品、この間本当にご好評いただいて、うん、もう売り切れの商品もちらほらと出てきていますが、どんどんあのシリーズ追加させていただきたいと思ってます。で基本的にはポット内の感じで、もう根がしっかり張ったものを追加させていただきますので、ただ時々目玉とか番外編ですごいものを追加することがありますが、その時はそれでまたよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと紹介だけさせていただきます、はい、ハオルチアすごくお評判良くて、うん、またちょっとハオルチア追加させていただきます、はい、で一つ目このマジックトム、ちょっとね毛が生えてるようなハオルチアなんだよ、うん、ザラザラしてるのもこれ触り心地が、今日手がすっごい汚いごめんなさい、すっごいザラザラで毛ガニを思わせるようなちょっとザラッとした感じのハオルチアです。ただね、でも透けてる感じの柔らかいタイプのハオルチアになります、はい、でこれは2号のポットに植え付けてあります。で今花芽が出てるんですが、花芽をつけた状態でなかなか送ると途中で折れてしまうと思うので、カットして花芽を送らせていただきます、はい、どうしてもっていう方はでもね、多分輸送中に折れてしまうと思うんだよね。結構丸めたとしても新聞とかでね折れてしまうのでカットさせていただきます。で次もう一つがミラーボールです。自分でもミラーボール育ててるんだけどすっ
ごい群生になって綺麗になりますね。もううちのは何年もだよね。もうすごいね、そうだよね、うん、あそこのテーブルの下のとこにいるんだけど、すごい綺麗に育ちます。で、ハオルチアってあのエケベリアが休眠してくるような夏の時期にすっごい涼しさを感じさせてくれて、で夏も全然元気に育ってくれます。でただね、冬あの芽を出させようと思ってもなかなか芽がついてくれないので、この春から夏の間とか秋までぐらいはすっごい元気に育ってくれるので、エケベリアよりも水は好きなので水はどんどん与えてください、はい。で、あの置き場所の注意なんですが、エケベリアと同じような光の量のところに置いておくと結構オレンジっぽくなってしまいます。赤っぽくなっちゃうね。そうなので、自分ではもうテーブルの下の段が適度な場所なので、このホームハウスではね、なのでテーブルの下の段で管理しています。でそこで綺麗にあの十分しっかり綺麗に育ってくれるので、あんまりね強い光を好まないので、そこだけは注意してください。はい、実際にね、ちょっと原種のエケベリア自生地に生えてるものとかそういうものはこの窓の部分で光を取り込むんだよね、うん、だから本来は本当はこんなにいっぱい出てくるわけじゃないんでしょ、実が、うん、ね、あの窓の部分から光を取り込めるように、この窓っていうのは透き通ってる部分ね、うん、ここから光を取り込んでくれるので、このとこに優しい光が当たる程度の場所で管理してあげてください、はい、ね、ミラーボールです。でもう一つこれクーペリーのクランプ錦、うん、またこれ錦で涼しそうで可愛いんだ、ね、これぐらいの花芽のものはあの切らないで済むものはそのまま送らせていただきますので、ハオルチアの花も小さくて白い綺麗な花が咲きます。本当に小さな花なんですが、すごく涼しそうな花で綺麗です、うん、ね、でこれはクーペリーのクランプの錦なので、錦でこんな感じ側面から見ていただくとね、うん、筋のような綺麗な感じが入っています。はい、はい。で次、これがピンクバタフライだって、でかっ。これ2代目が用意してきた苗なんだけど、でかい。あのピンクバタフライはね、ローラとかよりもピンク色になります、すごく。あの今もう紅葉も冷めてしまって青々してる色ですが、紅葉期すっごい綺麗なピンクになります。ピンクバタフライはこれポットのサイズ3号かな、3号に植え付けてありますね。で次がビルゲイツ。ちょっとね、これはちょっと小ぶりなものを持ってきたのですが、もっとすごい大きいのもあります、はい、で2号ポットになります、ね、ビルゲイツもどんどん子供を出してくれるので、うん、でビルゲイツってこの葉っぱがちょっと虫にやられたような形してるのが特徴です。ちょっと奇妙な形の葉っぱがと、この質問で、うん、かわいいよね。そうだね、あの旅型のこの質問であるよね、うんうん、本当そのこの質問みたいにまさにこの葉っぱの中心がポコってへっこむんだよね、うん、それがすごい可愛い品種です。でどんどん群生してくれるので、あっという間にモリモリに大きく育ってくれます。ビルゲイツです、はい、で次がこれがミルクキャンディ。これもね、紅葉すると淡いピンクオレンジに紅葉してくれます。で今はね、もう紅葉もされて冷めて白く粉を吹いたような状態なんですが、秋以降この変身ぶりがすごく綺麗な品種です。でこれね、これ可愛いからこれも入れてってちょっとリクエストしたやつなんだけど、オレンジスノーボール、うん、これもあのもう紅葉が冷めてますが、紅葉するとオレンジ紫みたいなすっごい綺麗な色に紅葉してくれます。であのパキリズムってさ、可愛いことにこの先っちょがさ、おっぱいみたいにちょんちょんしてくるのよね。それがすっごい可愛いんだよ、うん、ね、これがオレンジスノーボールです、はい、ちょっと長めの葉っぱが特徴かなね、うん、長すぎずちょうどいい感じかな、短すぎずね、うん、葉先をあの紅葉の時楽しんでください。ちょっとね、白くちょん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 ってなるんだよね、可愛いです、はい、で、今回これ目玉でクリスペートビューティー、これは2号のポットに植え付けてあります、はい、ね、本当に立派に大きく育つので、うん、大きく育ててあげてください、はい、こんな感じで大きく立派になりますので、こういう風にしてあげてください。めちゃくちゃでかいじゃん。すごい大きいですね、うん、次か、もう根もついてるので、安心です、はい、すぐにね、鉢増ししてあげて全然大丈夫です。もうしばらく植え付けてある苗なのでね、うん、で次がこれがユエセのハイブリッド、これアイオニウムなんですが、もうあのグリーノビアの種類です。でこれはね、子供をどんどんつかせるタイプなので、群生していくタイプのグリーノビアです、うん、でここからまだね、これはまだ休眠しそうにもないんだけど、休眠して来る感じになると、真ん中
だからグリーノビアはアイオニウム、普通の元々のアイオニウムの属よりも休眠の時期が早いです。ただもう根っこがしっかりついてるので、いつ休眠しても全然心配ない状態です。でこんな感じで真ん中がね、つぼみみたいに、ほんとチューリップのつぼみみたいになってきます。でこれまで休眠しようかなって考えてる途中なので、まだ休眠はしてしなそうですね。これはパンドラなんだけど、こんな感じでだんだん中心の部分からギューッとつぼんでくるので、つぼんできて完全にこう休眠して、外葉の部分はねだんだん枯れてきます。で完全につぼんだら水やりは月に1度から2度ぐらいに控えてあげてください。休眠の間水を吸わないんだけど、吸水してこう成長しようとはしないんだけど、やっぱり根を健康に保つために完全に吸水をやめるんではなくて、根が生きていけるような水の量をちゃんと管理してあげてください、はい、でこれが USA ハイブリッドね、はい、でこれで全部で今日、9品種追加をさせていただきます、はいはい、なのでこの3プラス1シリーズは3ポットご購入いただけると1ポットプレゼントなので、例えばこのハウルチアを3つ購入いただけると、例えばねこのプレゼント内はランダムになるので4ポットでお届けになります、はい、で、6ポットご購入いただいた場合はプレゼント内が2つつくような形になります、はい、でプレゼント内はもうランダムになりますので、どの苗が来るかはお楽しみにしててください。ただ購入していただいた苗とは同じものは届かないようにさせていただきますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はいはい、そんな感じです、はい、あとちょっと質問に、ね、質問がねだいぶねちょっと溜まっちゃってきたので、その前にちょっと見せたいもの、はい、ちょっと見て、これこの間さ調子崩してカットしたんだよね、うん、なんか調子悪くなっちゃってカットして、うん、発根をずっと待ってました、うん、でちなみにこの茎の中が黒くなってしまって、茎の中をえぐったんだよね、うん、えぐって結構空洞にしたんだけど、見て、うん、こんな感じで今子供が、で、えぐられた中、ここえぐられてるんだけど、うん、もうえぐられたのが分かんないぐらい元気になってます、うん、で、このね、えぐった葉っぱのこの付け根からもまた子供がさらに出てるんだけど、これどうしようかなって考えてるんだけど、うん、でもちょっとこのまま斜めにちょっと植えちゃおうかなと思ってます、うん、で、子供が大きくなった頃に子供を救出しようかと思ってます、はい、で、その下の土台の部分も幹がもう半分ダメになっちゃったので、幹を半分こう縦にカットしちゃいました。はい、そして残ったところからこんな状態で子供が出てます、うんね、でカットした幹もあの前に言ったようにもっこりこう膨らみ上がってきて、膨らみ上がってくるとこんな感じで小株が大丈夫、うん、出てきます、うんね、で今こんな状態です。でこれはねどうやって植え付けようかなと思ったんだけど、ちょっと葉っぱを分解させて、うん、それでここに植え付けるかな、うんねもう少しでもこのまま子供が大きくなるのを待ってもいいかなっていう気はします、うん、この親の栄養でもどっちにしてもここ使えなくなってしまうので、このままちょっと様子見ます、はい、で葉差しはこんな感じで可愛く出てきてます、ね、これもう根っこも出てるのでこのまま植え付けちゃって大丈夫です、はい、ちょっと見せたかったので見せました。はい、はい、質問をお願いします。はい、ちょっと読んでみましょう。はいはい、じゃあ読みます、はい、いつも可愛いな苗と蜂たちを届けてくださりありがとうございます。親子ガエルの蜂の到着が楽しみです。ありがとうございます。リトープスについて質問させてください。画像のリトープスですが、脱皮の途中で外葉がカラカラに枯れてしまったのですが、枯れた葉を取り除いてあげた方がいいでしょうか。またこういう場合の水やりはどうしたらいいでしょうか。お忙しいところ申し訳ありませんが教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。脱皮の途中でカラカラ、うん、もうこれよくあるパターンだよね。あうんうん、もしあの剥きづらそうだったらもっと剥いてあげていいです。で脱皮の途中でカラカラになってしまうのは結構水分足りてないので、うん、もう少し水分やってあげると中心が膨らんで大きくなってまた脱皮を促してくれるので、パリっていってくれるので、うん、もう少し水分量を回数多くてもいいかなっていう気もします、うんはい、ただ取りづらかったらピンセットで綺麗に傷つけないように取ってあげてください。はい、はいはい、じゃあ次ね、はいいつも動画を見て楽しませてもらっています。多肉生活2年です、うん、2年生だね、はい、多肉生活最初の頃にエボニーを購入したのですが、なかなか大きくならなくて外葉はだんだん枯れ込んでしまい小さくなってきました、はい、よく見ると成長点がなくなっていました。これからどのように仕立てたらいいですか。教えていただければ幸いです。これが、はい、あ、
成長点がねなくなっちゃったんだね、うん、もう成長点なくなっちゃったらそのまま育ててあげてください、うん、なくなれば自動的に横とかね下から子供が出てくるの で、その子供がある程度の大きさになってから少し間引いてあげるとか葉っぱをねもともとしてあげるといいです。ただねでも大体は子供が大きくなると同時にもともとついてた親の葉っぱっていうのはだんだん枯れ込んでくるのでそのまま様子を見てあげてください。はい、はい、こんにちは。すいません、はい、お忙しいとは思いますが質問です、はい、アプリコット美人がいつの間にか徒長してしまいました。どのように仕立て直せばいいでしょうか。お時間のある時で結構ですので教えていただきたいです。これ後で実演した方がいいかな。あ、アプリコット美人とかは、うん、ちょうどいた、いた、全然徒長した方がむしろ、うん、増やしやすいので、うん、この例えば徒長してたら徒長してる隙間にハサミを入れて、うん、それだけいっぱい長くついてるので、うん、3カットぐらい 3,4 カットしちゃって大丈夫です、はい、1つのカットの節に大体5枚ぐらい葉っぱついてれば全然大丈夫なので、うん、どんどんカットしてあげて置いてあげてください。子供どんどん出てきます、はい、ただね葉差しだと結構先祖返りしてしまうこともあるのでできればカットの方がやりやすいのでカットしてあげてください。はい、はいはい、じゃあ次ね、はい、こんにちは。いつも楽しく動画拝見させていただいております。トロピさんからお迎えした多肉たちも増え始め置き場所問題が発生したため、はい、少しずつベランダに移行できるものはしていこうと、今準備を進めております。初めて夏に向けての準備なので試行錯誤しております。そこで質問なのですが遮光ネットの遮光率は何パーセントがおすすめとかありますか。雨よけもビニールだと蒸れてしまいそうでどうしたらよいか悩んでます。ベランダで育成する場合のおすすめポイントなど教えていただけると嬉しいです。お時間のある時でいいのでよろしくお願いいたします。遮光は、うん、そのかける位置によっても変わってくるんだけど、だいたい 45% とか 55% ぐらいで全然大丈夫だと思います。で、さっきも言ったように1枚だけじゃなくて2枚持っておいて、うん、本当に真夏の時は二重にかけてあげるのがすごくいいです、うん、で曇りの時は1枚外してあげて溶かしてあげるといいです。で曇りが例えば続いてて外出なんかしちゃうと全部外してね外出しちゃうと結構曇りの後に一気に晴れたりもするので、うん、必ず出かける時は1枚だけでもしっかり遮光をかけて出かけてあげるといいです。で雨よけなんだけど自分で使っててよかったなと思うのはやっぱりパラソルです、うん、パラソルで例えばこの棚ごとに1本ずつ置くのは大変かもしれないけどパラソル一番いいかなと思います、うん、そしてね遮光にもなる。結構こうしましまの柄のパラソルっていうのは光が通るとこと通りづらいところがあるのでそこで結構遮光の調整みたいになるのですごくねあれは使いやすかったなと思いました。うん、もしパラソルを買う場合はしましまをおすすめします。はい、はいはい、じゃあ次ね、はい、毎日動画を楽しみにしています。ありがとうございます。数ある多肉動画の中で一番わかりやすくためになっていて毎日の日課です。ありがとうございます今回も質問お願いします。ママさん大好きな写真のオクロちゃん、我が家の群生なんですがオクロちゃんも夏蒸れますか。この姿が大好きでできればこのままがいいんですがカットしてあげた方がいいですか。オクロね、うん、この間ね、うん、あそうだな、そんなにカットしなくてもまず大丈夫かなっていう気はする、うん、風通しだけ良くしてあげれば大丈夫です。で今写真のようにこう自分なんかでは結構鉢と鉢をぴったりくっつけちゃうんだけど、うん、ぴったりくっつけてしまうともっとこう鉢よりもボリュームが出てきた時蒸れやすくなるので、うん、いければその写真のように鉢にちょっと隙間を開けて置いてあげるだけで全然風通し良くなるので、うん、そんなにオクロはそれほど胸に弱いわけじゃないので心配はないです。はい、はい、はい、じゃあ続けてもう一個いっちゃいます、はい、おはようございます。いつも素敵な動画ありがとうございます。はい、ありがとうございます。寒天について質問です、うん、4日前に底面給水でお水をあげて次の日になんとなく様子がおかしくて、うん、おかしく鉢から抜いて乾かしています、うん、今までの鉢だとぎゅうぎゅうで根元が見えなくてお水をあげるタイミングが分かりづらいので次はどのような鉢に植えたらよいのか悩んでいます。葉の直径が30センチで根っこの長さが6センチくらいです。鉢のアドバイス、土の量など教えてほしいです。アドバイスお願いします。ここからちょっとスライドしていけば、うん、でも綺麗に、綺麗だよね、すごい綺麗だね、うん、
チはね、あの自分の中では、うん、その前の直径とできれば大き同じぐらいの大きさに合わせてあげたいんだけど、うん、根ももうすごいしっかりしてるので、うん、あのただカンテとかって横にバンって広がるので、うん、その鉢のサイズに合わせると結構大きい鉢のサイズになってしまいます、うん、で30センチとすると10号の鉢になってしまうので、うん、そうすると土が入る量すっごく多くなるので、うん、ただね他の鉢とか他 の, あの苗と干渉させないようにするにはやっぱり大きい鉢の方がいいので、できれば大きい場合は浅い鉢を使うか、もしくは鉢底にしっかり鉢底石を入れてあげてください。そこであの水分量が調整できるようにしてあげると、大きい鉢を使う分にも鉢底が例えば3分の1ぐらい入ってれば3分の1水分量が減ってくれるようになるので、そこで調整してあげてください、うん、はい、でそうだな、30センチあるのか、7号ぐらいに植えちゃっても全然いいと思う。うん、ね、そうだね、うん、で鉢底しっかり石入れてあげるか、朝方のね、素焼きの鉢とかでもいいと思うし、うん、そういうので見つけて植えてあげるといいと思います、はい、はい、はい、じゃあこれであともう一個だけ言って、うん、はい、次はまた次回にさせてもらいます、はい、はい、こんばんは、動画での勉強大変役に立ってます、はい、実は初めてアイニウムの胴切りというのでしょうか、生姜挑戦、新しい芽が出てきました。その時葉差しにも挑戦、メデューサでしたが、なんとほぼ 100% 芽が出ました。おー、すごいね。出たのは嬉しいのですが、どう育てるのか分かりません。ちなみに刺した土は鹿沼彩流と、種まき用の半々でした、うん、大きくなるまでこのままでよろしいでしょうか。お忙しい中申し訳ございません。はい、こんな感じでね、結構葉差しが出たらしい。あ、すごいね、あの、うん、大きくなるまでこのままで大丈夫です、うん、で大きくなるまでは乾いたら水をしっかり繰り返してあげてください、うん、で次の秋までそのままの状態にしてあげて、秋に一つ一つに鉢を上げしてあげるといいと思います。すごいね、見事だね、うん、あれは大丈夫、そのまま用土は、用土はそのままカヌマ採流と、うん、あと種まきの用土が入ってるってことは、種まきの用土ってすごい栄養がいっぱい入ってるので、うん、あのすごく葉差しのものを育てるのにすごくいいと思います。うん、じゃあ大丈夫だね、うん、あの種まきの用土って結構ふわふわしてるし、あの葉差しに使うにしても未生に使うにしてもすごくいい土なので、うん、いいと思います。バッチリです。はい、はい、じゃあそのままで大丈夫ってことだね。大丈夫です、そのまま様子見てあげてください。はい、はいはい、まだねちょっと質問いくつかあるんだけど、はい、とりあえず今回はこんなところで、はいはい、終わりにしたいと思います。はい、はい、どうぞ、はい、どうぞはい、はい、じゃあそんな感じで今日はまた3プラス1の商品更新しますので、はい、今日自分の中でおすすめの目玉は、そうだな、全部おすすめなんだよな、でもクリスペートはかなりお得だと思いますそうだ、ね、結構クリスペートビューティーのリクエストもたくさんいただいてたのですが、うん、やっとあのみんなね、ちび苗たちが大きくなってきたの で, で6センチポットでももう植え替えが必要ぐらいな大きさなので、うん、到着後は植え替えてあげてください。はい、はい、あの全部ね2代目札になりますのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、そんな感じです。今日の21時に更新します。はい、はい、10% オフクーポン使えるうちはどんどん使ってください。はい、はい、ありがとうございます。はい、次のハウス販売は明日明後日はお休みになりますので、月曜日が最終で販売をさせていただきます。はい、ご予約の方まだ受けたまっておりますので、お電話でご予約よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ大丈夫かな。大丈夫です。はい、じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、よろしければ、はい、チャンネル登録と高評価ボタン、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。